ミート型のパワーヒッターで初登場。特殊能力にさよなら男。ミートパワー同値で登場。育成出身捕手初のオールスター出場。メイン適性がファーストへ。初のさよならホームランを放った。その後は出場が減ったが、自身の希望で捕手へ専念。 A ランクの登場だったが、弾道は高弾道になった。弾道は中弾道に下がったが、歴代3位の代打で23安打。復帰後は劇的な活躍を連発。オールスターでは2打席連続ホームラン。2年ぶりの開幕1軍だったが、その後は低迷し、 B ランクの登場。パワー型で登場。特殊能力は超対右投手。通常 S の登場はなかったが、石橋セレクションで登場した。出場機会は少ないが、S ランクは出るかな？見せろ、震わせろ。